いつが交尾に適しているのかを知るため、交尾前遊のキリンはメスの膀胱に頭をぶつけ続け、相手の排尿を促し、尿を味見して、メスが排卵期かどうか判定する。適していると確認した後、双方は1秒ほどの時間で交尾をするのである。